環状星雲惑星上星雲は、超新星にならずに一生を終える恒星が、赤色巨星となった際に放出したガスが、中心の星の放出する紫外線に照らされて輝いているものである。中心の星は、恒星の進化において、白色矮星になる前の段階である。惑星上星雲の名は、望遠鏡で観測した時に緑がかった惑星のように見えるところから、 ウィリアム・ハーシェルによって名付けられた。恒星は一生の末期になると外装が膨張して赤色巨星となり、外装のガスは徐々に恒星の重力を振り切って周囲に放出されていき、原子惑星上成分となる。一方、中心核は自分自身の重力で収縮し紫外線を放射し、この紫外線が赤色巨星であった時に放出したガスに吸収されると、 ガスはそのエネルギーによって電離して光を放って輝くようになる。これが惑星上成分である。惑星上成分のスペクトルは主に電離ガスから放たれる気線スペクトルであり、参考成分にも見られる水素、ヘリウムのバルマー系列再結合気線や衝突冷気気線を持つ。これは電離窒素や電離酸素の確率の低い電子繊維に対応する気線である。 惑星上成分のガスは極めて希薄であり、原子間の衝突が滅多に起こらないために、霊気状態の失活が起こらずこれらの気線が観測できる。A.B. オックスフォード天文学辞典、朝倉書店、初版第一冊、449ページ。ISBN4-254150172。天文教育普及研究会保守防止の週末の姿、3。 白色矮星の正体天文教育2007年5月号五ページ、岡崎明、ブルーバックス、変な星たち天体物理学が挑んだ10の構成第一冊、P103 から104なる沢シニア ISBN9 兆7840億6257万9711。ありがとうございます。